はい、ジェッチャン PRT ポータブルゼロです。はい、なかなかね、新年、今年は土曜も日曜もないコマーシャルをしてるんで、ね、なかなかね、無線に、もうちょっとな、雪が溶けないと無線に出るね、なかなか出れねえな、現実問題としてね、ちょっと雪深くって。ちょっとね、帽子からね、面白いものがオークションに出てるよっていうんでね、見てみたんですけれどもね、これなんですけれども、新品送料無料、2017年エトのステッカーね、エトのステッカー、2017R って書いてあって、鳥年なんで、鳥のマークで書いてあって、8000円ですよ、8000円。即決1万円なんだこれはってね、思いますが、無線やってる人ならもうね、気づきましたでしょう、これね、ニューイヤーパーティーの、ね、ステッカーですね。私ね、今年ね、ニューイヤーパーティー出れなかったんですよ。最強曲してからね、2014、15、16って来てね、17で、ニューイヤーで、あと今年ね、鳥年なんで一番上なんだろうな、ニューイヤーパーティーかね、パーティーの P かね、これね、ニューイヤーパーティーっていうのが、コンテストじゃないけれども、正月の2日3日でありまして、20曲のね、コンテストっていうか、簡単なんですよね。20曲と更新して、名前を交換すれば、いいだけなんで、コンテストっていうか、厳格に親睦イベントみたいな感じで、まあ20曲更新して名前が交換できればね、こうやってシールがね、もらえて、これをね、干支の数12枚、12枚集めると、一周でコンプリートみたいなね、企画なんですけれどもね、僕みたいに、正月が仕事の人とかっていうのはね、どうしてもできない年っていうのができちゃうんですよね。そうするとね、このね、7のね、鳥がどうしても欠けてしまったってね、悔しいんですよ。コンテスト自体は簡単なんですよ。20曲更新して名前交換するだけなんで難易度は低いんですけれどもね。ニューイヤーパーティーの難易度が何が高いかって、この数字をね、切らさずに揃えて完成させるってことに対する難しさっていうのが意外とあるんですよね。12年ってね、結構長いですからね。ね、学生生活がね、334としても6の、ね、10年でしょ、ね、その間お正月を、正月ぐらい休みでしょって人もいるけど、僕みたいに働いてる人もいたり、やっぱね、正月っていうのはね、やっぱまとめて休みが取れるんで旅行に行ったりするんでね、12年があると何があるか分からなくってね、意外とコンプリートするんがね、難しいんですよね、ニューイヤーパーティーっていうんでね。だからね、こういうね、今年出れなかったから、お金を払ってでもこの今年のこの P の鳥2017が欲しいって人がね、いるんですよね。入札はされてないけど、もう届いたんだな。帽子のところにもね、もう届いたって言ってたんでね、ダメだ今年は、諦め、もうしょうがないですね、こういう時はね、諦め、僕は諦めますけどね。あとはね、まあ、これシールをね、まあ売買するだけならいいんですよ、闇ログみたいなのが出てますからね、多くは語りませんけどね、まあね、コンテストと違ってね、審査が甘いですよ。親睦だからね、固いことを言わずにシールを送ってくれるんでね、闇ログみたいなものもね、出回ってますけれどもね、いや僕はそこまでインチキしてまでね、集めようとは思わないんだけど、まあしょうがないね。ちょっとここのところね、ここあと 2,3 年はね、正月も出勤の仕事になっちゃうかな、ね、なんでね、いや僕ね、正月仕事するとかね、旅行行くの好きなんでね、ニューイヤーパーティーには向いてねえな。はい、ただね、ニューイヤーパーティーってね、動画上げてないんか、
このところね、そう、うん、実際更新系動画もね少ないんで、まあ暖かくなればぼちぼちっていうのも考えてるんですけれどもね、コンテストね、入門にしては、うん、結構ね、簡単なんでね、おすすめですよね。普段コンテストあんまり好きじゃないけど、ニューイヤーパーティーはね、出てくるって方もね、多いんでね、はい、ぜひね、おすすめのコンテストなんでね、参加されるとね、いいかななんて思いますよね。で、できればね、これ12枚コンプリート、意外とね楽なようで難しい楽なようで難しいんでね、コンプリートすると結構ね、楽しみかなみたいなね、2周目ですみたいなこと言ってる人もいますしね、ああダメだ抜けてるみたいなね、人もいるし、いやいやいや、ね、普通のコンテストのね、順位競争とは違ったちょっとね悔しさとかね、ありますよね。やっぱね、長い間安定して無線をね、続けてないとね、これってね、コンプリートできないんでね、はい、今日はね、ニューイヤーパーティー今年は参加できませんでしたっていうのってね、はい、裏技でね、こんなもん出てましたよってね、これちょっと大丈夫ね、何なんだろうな、わかんない売っていいもんだかどうだか、いや僕のアカウントではありませんよ、はい、ググりたい方はね、2017年エトのステッカーでね、出てきますからね、賛否は是非として1万円かどうなんだ、はい、闇ログより、闇ログよりはいいと思う、はい、以上そんなんでした、はい、